こんにちは石狩観光協会の野村ですこの度石狩市観光ポスターの新作が完成しました石狩観光協会大正理事の大川です鮭で栄えた石狩ですので鮭をテーマにした作品を作ってまいりましたそして第1弾サメ様伝をはじめ第6弾まで完成しております 第7弾となる今回のテーマは、鑑賞引きです。鑑賞引きとは、江戸時代の物流が発達していない時代に、石狩川加工で採れた鮭を長期間保存するために製造された品物です。腹のものを取り出したオスの酒に塩をすりつけ、 何回も塩を取り替え手間返しして塩漬けにした後翌年の1月の寒い時期に水に浸して塩を抜きをするその工程を10日ほど繰り返しその後日陰で風通しの良いところに数か月吊るし干すことで完成します幾重の工程を終えて ゆっくり熟成されることで鮭本来の香りと味を楽しむことができる極上の一品です干賞引きは当時江戸幕府への権助心でしたここ石狩では多くの人たちが干賞引きを作っておりましたが今年採れた鮭が翌年でないと完成しないという ものでございましてそしてその工程に手間がかかるのでこれを作る人が減っております極上の逸品である鮭の文化を今ここによみがえし改めて世に発信していくという思いからこの作品を作りましたこのポスターは 石狩市役所、石狩市民図書館など、石狩市内の各所で見ることができます。詳しくは、石狩観光協会までお問い合わせください。電話番号は、0133-62-4611です。ぜひ一度ご覧ください。